やっほー、モデルとプロ雀士の岡田さやかです。フィットしたわ、気持ちいい。いやー緊張。今回は、はい、岡田さんが事前打ち合わせで言ってた爬虫類。あ、爬虫類、はい、大好きだということで、友達が爬虫類飼っていて、そのお家に行った時になんか可愛いなってちょっと興味持ったって感じですかね。怖い人もいるじゃないですか。まあ、怖さはあんまりないかな。じゃあ爬虫類だらけの場所に行ってみましょう、はいはい、行きましょう。この2階ですね、爬虫カフェ行きましょう。すいません、あ、こんにちは、お邪魔します。入りました。いっぱいいてドキドキしちゃう。え、いる？いない。あ、奥に、奥に、え、ど、え、え、本物？偽物？生きてる？生きてない？生きてる？え、あなた生きてる？生きてる！生きてる、あ、こんにちは、綺麗。あ、こっち向いたぜ。あ、びっくりしちゃったぜ、人がいっぱいいて。大丈夫ですか、お話しても。え、食べようとしてる。あ、食べれてる、食べてる、食べてる、食べてる。あ、かわいい、かわいい、食べてる。このお店は触れ合うこともできる？できます。まあ、人間に慣れてる子をこちらがピックアップして出してあげてるっていう形になります。で、普段お客様は基本的にはね、お一人様一匹までのお触れ合いでお願いしてるんですけれども、まあ、今回特別ということで、まあ、何匹か触って帰っていただけたらなと。やったー、はい、お願いします、触りたい。マッチング爬虫類1匹目よろしくお願いします。はっ、はい、きたー、レオパちゃんじゃん。あ、この子元気はつらつな陽キャ男子、はい、陽キャ男子、はい、みかんちゃんっていう、みかんちゃん、はい、じゃあこの子は尻尾を触らないようにしてあげて、あ、はい、手に乗せてあげるだけで大丈夫です、はい、でちょっと調子がいいとかなり動く子なんで、手をしっかり前に前に、おわ、暖かさを感じます。最初に爬虫類を見たのがこのレオパで、はい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 、めちゃくちゃ可愛いなと思って。可愛いですよね、結構やっぱ芸能人の方とかも、うん、爬虫類といえばこの子を飼ってる方が多くて。そうですよね。ちなみに誰が飼ってるの？有名どころで言うと新垣結衣さん、新垣結衣さん番組でもこの子にあげてるコオロギを自分で食べてもいるって言ってました、どんな味か知りたいからって。レオパちゃんの特徴としてね、正面から見ると笑ってるように見えるっていうのが、にんまりしてる顔に見えるっていうのがあるんで、それがすごく可愛いです。可愛いね、確かにニコッとしてるね。見て、可愛い、ね、可愛くない？え、なんで誰も可愛いって言ってあげないの？可愛いよね、個性がみんなあるんで。そう、こうやって元気になる時もあれば、まあ、個体によってはかなり大丈夫ですよ、一つも動かない子もいるので。こういう元気な男子はどうなんですか？元気な男子にはあんま興味ないです。元気なレオパは可愛いです。すごい、へい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 。マッチング爬虫類2匹目よろしくお願いします。来た、イグアナちゃんか。はい、太あごひげトカゲっていう種類。あ、トカゲなの。マイペース系の超草食男子。草食男子、はい、トッチーくんです。おー、しっかりとした重さがあります。あ、そしてザラザラしてる、かなりザラザラしている。たわし触ってる。お、口開いた。こんにちは。こんにちは、うん、ちょっとカエル感がある、ね、顔がね、三角形。口開いてる。
口開けてる時ってどういう気持ちなんですか？口開けてる時は、まあ、ワンちゃんとかと結構似てるんですけど、高熱効果だったりとか。そうですね、暑いな、私の手熱いからねごめんね。まあでもよかったらこの子抱っこもできるんで。抱っこ、はい、どうやってやればいいですか？ここにくっつけてあげる感じ。なんか慣れてるけど、このザラザラがまた違う感。このさっきと何どうなってるどうなってる。でもさっきとは違う、この大きさの安心感っていうのもある。共に生きてくれてる感がある、うん、今フィットしてる、すごく相棒というか。母を訪ねて三千里みたいな。どういうこと、うん、ちょっとマジでどういうことか分かんなかったね。分かんなかったね今ね。怖い人だね。やだね。でも人間でおとなしい男性とかって結構好きだったりしますか？肉食と草食どっちが好きかって言われたら圧倒的に草食が好きですね、はい、あの私があんまり家から出ないタイプの人間だから、陽キャだとちょっと多分生活リズムが合わなさそう。落ち着く、なんか一緒に寝たい今。ありがとうございます。あ、バイバイ。名残惜しそうに。うん。あ、しょうが。私のところに来る。私のところに来る。ありがとう。あ、いいね。またね。あ、私の方。マッチング爬虫類3匹目、よろしくお願いします。はい、うわ。来たぜ、ヘビ。ボールパイソンっていう。ボールパイソン。ニシキヘビですね。ハンド気になるともうすごく目がギラッと変わっちゃう。うん、どっちかというとロールキャベツ系かな。ロールキャベツ男子。男子。じゃあヘビちゃんはね顔だけを触らないように。はい、はい。で丸めて抱っこで大丈夫です。抱っこ。はい。抱っこ。すごい。すごい。あ、すごい。あ、すごい。冷たい。冷たい。冷たい。お、なんか落ち着いたわ。うん、かわいい。顔はかわいいね、この子ね。顔がかわいい。でも思ったよりその顔のかわいさと体の力強さのギャップがすごい。ヘビちゃんもっと仲良くなれる手段として首に巻くっていうのもできるので。巻いてください、うん、あ、重いよ本当に。うわ、重っ。あ、フィットしたわ、気持ちいい。なんかあの氷枕みたい、うわぁ、ハンコックだわ、私今。あ、ワンピースだ。うわかっこいい。うわぁ、綺麗。全然恐怖心はないですか？ないです。もういい感じというか。うん、いい感じ。全然。顔のそばに来たら嬉しいもん。ああ。いや、透明で見る分には可愛いなと思う。ダメじゃん。すごい、体がっしりしてるわ。硬いよ、だってもう何もしてないところも硬いもん。硬い、本当にマッチョ触った時みたいな感じ。マッチョマンはどうなんですか？マッチョマンにはあんま興味ないですね。別にマッチョである必要はないですね、私。普通がいいですね。なんかマッチョマンってやっぱ陽キャが多いから。あ、なるほど。なんか広告代理店の人とかちょっと嫌だな。おお、今いい顔してるよ。連れて帰りたい元の子は見つかりましたか？はい、見つかりました。連れて帰りたいのは、このレオパちゃんです。圧倒的に可愛く感じてしまうこの顔。みかんちゃんですね。みかんちゃん可愛い。圧倒的でした。いや、でもみんな可愛かった。こっちもドロンジョ。うん、だって見てこのアホみたいな顔可愛かった両方。じゃあせっかくなのでみかんちゃんと店内デートしちゃいますか？店内デートどう店内デート。
猫はあんま餌食べないですよね。お家にいる時にピンセットで与えれば食いますよ。やってみますか、虫大丈夫なのであれば。今できるんですか。できますよ、虫でが大丈夫なので やってみます本格的にレオバちゃんのこと考えてるから私やってみます。コオロギとゴキブリ。いやあ、緊張。生きてる。え、絶対生きてるやつだ。あげるんですか。死にえはね、結構やっぱ栄養価落ちちゃったりもするんで。生きてるのあげるの。それはきじゅいな。まあできれば自分でこうつまむところか。あできそうにしたら僕がつまんで渡すっていうのも。へえ。結構早いんでね。ガッキーはこれを食べるの。さっきはな食べたことあるって言ってましたね。いやーすごい、うん、ちょっとなんかあーきつい。まあ、コオロギ今食べられてますね。そうです。あ、でもこの子だったらあんま動かなくていけるかもしれない。ダンゴムシみたいなやつ。あ、そうですね、そこはゴキブリです。ゴキブリなのこれ。あ、そうです、あのアルゼンチンの方の餌用として主に使われてるゴキちゃん。ダンゴムシみたいでなんかいける。ダンゴムシだと思う。これはダンゴムシ、これはダンゴムシ、これはダンゴムシ。私から今渡すのはゴキブリじゃない、これはダンゴムシ。ダンゴムシだよ。あ、コオロギきつい。隣のコオロギはきつい。あ、コオロギ、コオロギキモ。コオロギがキモい。ちょっと待って、ダンゴムシ。でお口の前に持ってってあげてください。加えたら話していいです。はい、美味しそうだよみかんちゃん。わー、かわいい。美味しそうに食べます。もう一匹。早っ、疲れた。これ餌より大変だわ。地獄に落としちゃうぞ。